はい、それでは今回スマート攻略コースのガイダンスというところで重要事項をコンパクトに学ぼうというところで秋からね始めるなら今重要事項をコンパクトに学ぼうというところでガイダンスのお話させていただきたいと思います。私はスマート攻略コースを担当しております、レックセニコシメンリシの大和でございます。皆さんこんにちは。はい、というところでね、じゃあ今日は、まあちょっとガイダンスというところでまあ秋からねこう勉強始めようかっていう方のためにじゃあどうやってやっていこうかというところですよね。で、まあ、まあね通常まあこの弁理士の講座というのは、まあ、春から始まるのが大体一般的なんですよ。まあ、大体3月とか4月ぐらいから始まるのが一般的なんですけども、ただねやっぱり人間っていうのはこう思い立つわけですよね。1年中今勉強始めようかと。でいつから始めるのがいいですか、時々これ質問もいただくんですね。ご相談も、勉強っていつから始めればいいですかと。これは思い立った時からですよやっぱりね。だってもうさ、例えば今思い立ったのに、あ、春から始まるのがメインだから春まで待ちましょうなんてやっちゃったらダメですね。もう始めるのはもう思い立ったらすぐですね、始めていただきたい。で特にやっぱりこのスマートコースに関しましてはね、この秋からとか冬から始める方も結構いらっしゃるんですよ。でこれがやっぱり通信専門のねやっぱりコースというところのメリットでもありね、あのまあちょうどねコンパクトにあのコースがなってるってところも、まあ、非常なメリットなのかなというところですね。で、まあ、ちょっとその辺のね話をこう一緒にしていきたいと思うんですけども、ちょっと、ね、弁理試験を秋から始めようかとね、秋から始めたら遅いんじゃないですかっていう相談を質問をねいただくんですけども、そんなことないんですよこれ。で当然あのね秋から始めても何の、 あの不都合もないですよって言ったらこれは嘘になります。もうこれはっきり言いましょう。ね、じゃないと春から始めてる人勉強何なんだってことになりますから、これは当然春から始めてる人に比べたら、まあ、不利な面は当然ありますよ。これも正直に言いましょう。ただそれは合格をする上では実はちゃんと戦略さえ練ればあの合格ってところで狙っていけるというところになりますね。うん、だからまあそのためには何をしなきゃいけないかっていうとすごい大事ですね。これはもうねあの秋から始めてる人だけに限らず、もう今まで勉強今してる人まさに全員に言えるんですけれども、やっぱりしっかり逆算をしていくということですね。うん、合格を逆算をしていくということです。でこの時にじゃあどうやって逆算をすればいいかということになるんですけどもね、これは過去問のレベルですね。で過去問、要するに今まで試験問題で出てる問題でしょう。担当論文口述って過去問があるんですけども、まあ弁理試験に関しては、ね、まず担当試験で、担当試験受かれば論文試験、論文試験受かれば口述試験ということになりまして、まあこのね過去問をフル活用するってことがすごい大事です。だからまあ適応しないと攻めらんないから、だからまず敵を知りましょう。で敵は過去問なんですね、これまずは。だから当然今年の問題とかね、来年の問題は何が出るか分かりませんから、やっぱりまずは、ね、今まで出てる問題をしっかり攻略をするということが大事です。この時にね過去問の理解度というのをしっかり深めていくってことが大事。それだけちょっと1点だけねお話をさせていただきたい。それは今年の例えば受験生を見てね感じたところなんですけれども、どういうことかと言いますと、過去問の理解度っていうのがですね、実は人によってかなり違うんだっていうことが最近よく私感じてるんです。どういうことかしたら、例えば問題、担当試験の問題とかやっていただく時に、本来はまあここまで理解すればいいよねっていう部分があったとしますよね。で A さんはそこをしっかりクリアしてくるんです、しっかりとね。それに対して B さんとか C さんはちょっと足りないんですね、理解度がっていう人がいます。でこれは当然自分がどのレベルまで理解してるかっていうのは分からないんでね、これ実際自分ではこれで OK だと思ってるわけ。 C さん別に C さんがいい加減にやってるだけじゃないんだよ。なんだけれども、やっぱり実は本来理解しなければいけない内容ってところが理解できてないということになりますから、まずはあのここをしっかり潰していくってことが大事になってきます。うん、でそれをこれから本試験までの、まあ、逆算ですよね、うん、でやって、じゃあ今何をするべきかっていうところで講座を進めていく、勉強を進めていくってことが大事かなと思います。なんで、まあ、優先すべき、じゃあ何を優先するのかっていうことはね、いろんな勉強あります。弁理試験たくさん勉強があります。ただ弁理試験やることはたくさんあるんですけれども、合格をするためって考えると実は私はそんなに多くないなと思ってます。うん、で担当と論文とかね、まあ、大きなこう2つの山があるんですけれども、簡単に言うとね、論文試験は多くの受験生が私は必要以上に勉強しちゃってるなと、うん、もうちょっと実は手を抜いても大丈夫かなと思ってますね。それに対してね、担当の勉強は足りない受験生の方が多いんですよ。もうちょっと力入れてほしいなって、うん、いうところがありますので、だその時も全部に対して力を入れたらダメなんです。これやっぱりポイントポイントね、ここここここって感じでしっかりと抑えるってことが大事ですね。ってなると、じゃあまず何をしなきゃいけないか、当たり前のことなんですけれども、まず1番目、出題頻度が高い内容をやらなきゃいけない。
当たり前でしょうって思うかもしれませんけど、これが結構難しいんですよ。簡単に言うと、多くの受験生って、まあ、いろいろとね、毎年受験生見てますけど、どういう勉強をするかというと、興味がある内容をやりたがるんですね。ほとんど大型の受験生はそうです、これは。興味がない、ある内容って何かって言ったら、例えば、たまたま見て、わかんない問題が飛び出てきた。わかんない内容が出てきたったら、それを突き詰めたくなるんです。でね、弁理士受験生って結構そういう人多いんですよ。で、これはね、弁理士っていう仕事を考えると、すごい実はいいことなんです。一個の技術とか、ね、お客さんから弾みを聞いたら、それをまあ突き詰めるっていう意味だね。いろんなことを聞いていくってこと、比較深く掘り下げるってことは、すごい大事な姿勢なの。うん。で、私よくね、弁理士試験、行かない、弁理士だ。弁理士で必要なものなんですかという時に聞くんですよ。弁理士として一番必要なことは何だろう。で、これ私のね、勝手な解釈なんですけど、私自身はいい弁理士さんになるために、ね、皆さんが今後いい弁理士になるために必要なものって何だろうと思ったら、私は好奇心だと思ってるんですね。うん、要するにやっぱりそれが技術であるのか、ね、明細書であるのか、ね、明細書に対するスキルであるのか、法制度であるのか、とにかくいろんなものに関してやっぱり好奇心を持っている弁理士っていうのは、私は将来的にいい明細書が書けたり、いい意見書が書けたり、ね、いい提案ができたりするんじゃないかなと思ってるんですね。で、そうすると、ただ反面、好奇心が旺盛な方ってやっぱ分かんない問題とかさ、ね、なんか要するにあんま試験出てないところとかを結構ね、掘り下げようとしちゃうんだね。だ、それをしっかりとやめて、本当に試験に出るべきところを重点的にやっていくってことは、すなわち1番目、単と論文のまず両方で問われている内容というのは優先しなきゃダメだよね。単と試験だけとか論文試験だけじゃなくって、両方で聞いている内容だよっていうところは、やっぱりこれは重要なんですよ。とか、まあ、2番、繰り返し問われている内容です。繰り返し問われている内容、うん、これはどういうことかと言ったら、ね、10年、例えば過去10年間の、ね、過去問を見たときに毎年出てる項目となります。例えばまだ勉強しないと分かんないかもしれませんけども、医師法で言えば3条の2ってね、これ条文あるんですけど、これ毎年出てるんです、必ず。というのもあれば、10年間の中で今までで1回しか出てない問題というのもあります、条文というのも。それを同じ力で勉強したらどうなるかしたら、損でしょってこと。10年間毎年出てる問題、2年に1回出てる問題、3年に2回出てる問題、5、6年に1回しか出てない問題、これ分けなきゃ、やっぱり。だ、そこをしっかりとまず分けて勉強するってことが大事、うん、なのでまず試験の出題頻度が高いよっていうところ、それから2番目ですね、流れのある内容、おこれ一体何なんだというところなんですけれども、私は基本的にですね、自分自身が非常にですね、記憶力が あまりないんですね。っていうのはもう自分の、私はね、自分のデメリットっていうのは、デメリットだって、デメリットじゃないや、自分の欠点っていうのは、欠点だって認識したら、そこをプラスにどう変えるかだと思うんですよね。例えば、自分自身字があまり綺麗じゃないんですよ、私はね。あんまちょっとね、字汚くて、あんま手書きの字って自分はね、もうちょっと綺麗な字書きたいなと思うんですけれども、ただ、字が自分自身はうまくなかったっていうことがあってですね、昔からですね、じゃあワープロを使ってみようとなって、でワープロを使うから実はキーボードを使うようになって、だからパソコンをね、やるようになったんですね。だからそれは逆に私、字が綺麗だったら、多分やんなかったと思うんですよ。あんまの手書きの方がいいよと。何、ワープロなんてね、心がこもってないって。きっと多分そうなってたと思う。うん、だから逆に今は、例えばじゃあ勉強するときに自分自身が記憶力がないっていうのは分かってるわけ。やっぱ忘れちゃうわけよ。どんどん忘れますよ。面白いの忘れてくからね。ってなったときに、じゃあ忘れるからどうするかって言ったら、やっぱり忘れないような勉強しなきゃっていうのが自分の受験生時代も考えてたんだよね。ということは、結局はね、記憶力のいい人っていうのはね、やっぱ覚えようとするわけよ。10個覚えようと思ったら10個覚える。で、覚えられるんだ。だいいですよ、それ覚えられる人はね。残念ながら私は覚えられない。だから10個あるって言ったらどうするかって言ったら、そのうちの1個か2個覚える。まあ全部覚えないわけにいかないからね、さすがに。でも、まあ、1個か2個覚えて、その1個か2個の内容から派生させればいいんだよ。増やせばいい、知識を。っていうことなんですね。だ、そういった意味では、私自身が記憶力が自分はあまり物覚え良くないなと思ったから、そんだからこそやっぱり考えるって勉強している。って言った時に、じゃあ例えば特許とかに関しても、じゃあどうやってアプローチをしていくか、どうやって勉強していくかっていうと、やっぱりね、これ法律って、これね、難しく感じるかもしれないけど、これ幸い特許とかっていうのは実際の実務は動いてます。例えば審査とか審判とかって言ったら、まずはその実際に動いている内容ですよね、核となる。そこについてやっぱしっかり流れを押さえてあげるってことが私は重要だと思ってます。例えば講座の中でも、ね、条文ごとに見るっていうことが実はもう最後の方なんですよ、見てるの。
それまでは全部内容に沿って見ていくんですね。テキストもちょっと飛び飛びになってしまうんですけど、でそのなぜかと言ったら飛び飛びで見ちゃうとやっぱその都度覚えなきゃいけない。そうじゃなくって、まずしっかり流れを抑える枠組みを作るってことが大事じゃないかなと思ってますね。そしてさらに拒絶理由、過去を独自といった内容だ、そういう流れを抑えた上でね、でさらにそこを派生させていくといったやり方をすることによって知識を覚える前に箱をしっかり作る、だその箱を作る勉強というのを優先してほしいなと。流れとか枠組みだね、でプラス3番目書いてありますけれども、ここですよね。孤立していない内容、あこれ一体何なんだっていうことなんですけれども、これね、逆に言うと孤立している内容とかっていうのは典型的なのはね、罰則とかだね。例えば特権侵害した人は懲役10年またはね1000万円の罰金にしますよっていう、まあそういうね規定があるんですけど、その罰則なんていうのは完全に孤立しちゃってるわけよ。だそんなのは来年勉強して試験直前でも構わない。そうじゃなくって今言ったように審査とか審判とか、あとは侵害とかって話が出てくるんですけれども、そういうねある程度つながってる部分に関しては先に勉強した方がいいかなということですね。あとはまあその分野でしか使えない知識を除くって書いてありますけれども、やっぱり共通しているもの、ただ審査とかはある程度他の法律とね共通してるわけですよ。結局まあ大事なのは4法ってあるところですね。特許法、実用信用法、一生法、商標法が大事なんですけれども、この4つに共通していることと全然関係ない内容というのがあります、ね、で関係ない内容も例えば独自制度っていうですね、試験によく出るところはまだいいんですよ。各国の独自制度、例えば衣装法の組物衣装とか関連衣装っていう独自の制度と呼ばれるものがあります。でそれは試験でよく出るから、やっぱ毎年のように出るから、そういうところは先に抑えなきゃいけない。でもそういうところでもないですよっていったものに関しては後回しでいいんですよね、っていう形で、まずはやっぱり優先すべき学習内容ですね、ここに書いてあるような、ここを先に勉強していくということになります。でそのためにじゃあどうやって講座を組んでるかということになりますけれども、年間の学習スケジュール、まあ年間って言ってもね、もう皆さんにとっては秋ですね、多分もうこの辺ぐらいまで配信が今始まってると思いますね、でこのスマートコースに関しては基本的にこの入門講座、制度イメージ講座、それから重要項目攻略講座、週4法対策講座っていう形で、社三法対策講座って形で分かれてます。であとはロームブラッシュアップっていうのがあるんですけれども、あとまあ担当ブラッシュアップがこの辺にありますけどね、ロームブラッシュアップとかに関しては秋からであって本当の入門生であれば無視していただいて結構です。どういうことかって言ったら、論文の勉強は後回しでいい、これについてだから担当試験終わった後でも全然いいですね、でそれに対してやっぱり今は何をやっていただきたいかって言ったら、入門講座から一気にバーッと走っていただきたいっていうところです。で特にこの講座の特徴としては、今言った先にやらなきゃいけないこと、重要なことっていうのをどんどん先取りしています。入門講座やって制度イメージも同じですね。で制度イメージも時間が遅かったらまあ飛ばしても構わないかなっていう、ただまあこれ一気に見れるなら見てしまった方がいいですけどね。であってこれ重要項目と主要4法っていうのがあります。でこれどういうふうに違うのかっていうと、これ重要項目攻略講座になりますと、例えば担当アドバンスってテキストを使うんですね、これまあどんなテキストかっていうと、よいしょ、まあ、大きいな、こういうテキストで、で結局はまあこういうですね、担当のこう内容がこう まとまってるテキストなんですね。でこれ担当アドバンスっていうのがあるんですけれども、でこの担当アドバンスのテキストなんですけれども、これね築上で前からはやっていかないんです。でさっき言ったまず試験に出るべきところを先にやってしまうんですね、なのでここが実はすごいこの中ではコアな講座というか大事なところっていうのは、実はここがすごい重要になってきます。ここが一番重要だから、今秋から始めるのであればまずここにたどり着くようにしてほしいんですよ。だからここはもうね飛ばしちゃって構わないです。もう別にいいですよ、それでも。でもう飛ばすっていうのは要するに予習復習っていうのもね、きっちりやんなくてもいいです。とにかくここが重要ですから、ここまでとにかく突っ走ってほしいんです、でただまあここまで内容しっかり、結構ね入門講座が割と重要で基本的な考え方なんで、まあ、ちょっとここ落ち着いてやっていただいてもいいんですけども、でここまで来たらすごい重要になってくるんですけれども、でこの重要項目の攻略講座になりますと、この重要項目講座と主要対策4法、主要4法対策講座という形で分かれてます。で今言ったようにテキストは同じです。テキスト同じなんですけれども、今言った例えばこれね、特許だけでもすごいこんなに分厚いのよ。もうこれ武器になるぐらい分厚いんで、特許はね。なんでこれを最初からやってても忘れちゃうわけ。だからまず出るべきところ、試験によく出るところをパッと見ちゃいます。で見た上でもう一回今度は最初の今度は頭から見ていく。だ例えば試験であまりさっき言ったように重要じゃない条文とか、
独立してる条文は最初は見ないんですね、重要項目では。とにかく必ず試験出るところだけまず見ていく。でそれが一通り終わったらこっちをやっていくっていうことなんですね。でこの時に使っていただきたいのは、今言った教材は共通してるんですけれども、担当アドバンスとコレモンというのを配っています。でコレモンってのは今度は何なんだっていうと、これ私の講座で配ってるものなんですけれども、これ何かさね、こういうふうに、条文ごとに過去問の、枝別になってる問題集なんですね。例えば42条っていうのがあったら、この42条の過去問の枝を全部並べてます。ということはこれで何が分かるかというと、その条文で、その条文に対する過去問で問われているポイントというのをつかめるんですね。で本来はよく担当の過去問集というのはバラバラに出てきますので、なかなかこういうね、足別じゃないんですよ。でさらにこの担当コレモンというのは、私どん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 これもうね、なんですかね、こうラーメンで言うタレじゃないですけどね、ひたすら問題追加してますから。でもこれ29年までね入ってるんですけれども、これ実はいいですか、実は、平成14年から全部入ってるんです。まあ、当然ちょっと入れられない問題っていうのもあるんですけど、だから14年からだから14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、16年分入れすぎなんですからね。ただ16年分の過去問が入ってるっていうことは、これ16年分解いてくれってわけじゃないです。なんかやったら疲れちゃうからね。解くのはまあ10年分ぐらいでいいんですよ。だ参考に入れてるだけだから。でも入れることによってどんなメリットがあるのかって言ったら、これ見てみて、ほら例えばさ、48条にって条文なんだけど、1個しかないのよ。これがさっき言ったやつよ。やんなくていい条文。ね。それが分かっちゃうわけ、こうやって。俺、これ48条の項目1個だ。ちょっとだけ増えたよね。うん。48条の何2個だ。ああ。で、うちのこれ、星印はね、これ難しさを表してるのよ。難しさっていうのはね、受験、今までの受験生がどれぐらい間違えてるかっていう基準なんですけど、あれほら、49条ってなると、こんだけ問題増えたよ。ね。増えた。もうこれちょっとちっちゃくすると、もう見開きでこんだけありますよ。でちなみに例えばね、多いので言えば41条。ほら、こんだけありますね。41条ってここから始まって、まあこれちょっと条文なんですけど、これ問題、ここあって、ここあって、ね、ここあって、ここあって、ここまで来る。ってなると、何がわかるかって言ったら、もうおのずと、どの条文を重点的に勉強しなきゃいけないかっていうのがわかりますよね。うん、それで見てもらいたい。こういうものに関して。で、この条文ごとに勉強するっていうのが、市販の過去問集を使うと結構大変なんです。っていうのと、ここまでさすがに14年から入ってるっていうのはないですからね。で、これ過去問だけ入ってるってもすごい重要で。なんでかって さっき言ったように、問題数が少なければその条文やんなくていいから勉強。その判断もできるっていうことで、本当にもう試験に特化させてるんですね。だからそういった意味では、この重要項目と主要4項に関しては、担当アドバンスプラス今言ったコレモンを回していただくことによって、本当に試験対策っていうことがきっちりできます。特に皆さん今だと秋の方お得で、これね、コレモン2冊作るんですよ。なんで2冊作るかっていうと、これね、入門講座でも配ってるんです、コレモン。で入門講座のコレモンはバージョンが今今年は6ですね。いわゆる平成28年の問題しか入ってないです。で重要項目の時にもこの担当のコレモンをまた配ってるんですけど、これは29年が入ってる過去問だから2冊きます。うん、なんでバージョン7の方を実際は使っていただければいいんですけど、ほら1冊さね、余分にやるとさ、例えばトイレに置いとくとかね、うん、まあ会社の机にこっそり入れとくとかね、あとは持ち運びの時ボロボロになるからそれ使うとか、いろんな使い方できるじゃないということなので、それでもう1個は書き込みしちゃうとかさね、だ片っぽは問題をね演習用で使って、片っぽは書き込みをするとかっていうこともできますから、いろんな使い方できる。うん、ということで過去問とにかくやっぱりこうやってね、いろんな料理題材にしてですね、フル活用していただきたいなと思います。で下三法対策講座に関しては、下三法はこれ条約著作権不況法ってことなんですけど、この勉強は年明けでも結構です。うん、なのでとにかく4法をまずしっかりと固めてください。4法で目標としてはそうですね、1月までに遅くとも終わらせてほしいです。頑張って。うん、でやっぱり秋から始めようという人は、そんなに苦労しなきゃダメですよ。しっかりやらないと、ね、受かっていただくためにはね。皆さんもね、やっぱ秋からやるから受かんなくていいやじゃないよね。せっかくだったら受かろうと思うわけですよね。もしくは冬からの人がいるかもしれない。全然大丈夫ですよ。ね、その代わり、やっぱりやるべきことやらなきゃダメだね。うん、で、これも秋からとか冬からであれば、まさに通信。どうしてこのスマートに関してはもう大きなメリット、アドバンテージありますね。で結局はスタートが遅くても自分のペースで一気に巻き返しちゃう。もう配信が全部いってるから、もうどん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 見ていっちゃえばいいわけですよ。
だからやればやるほどね、進めば進むと進められるというのが非常に大きなメリットですよね。で、空いてる時間どんどん進められる。特にスマートコースはこれ1時間コースなんですね、1個の講座が。通常の講座って大体3時間単位ですから、なかなか見れない。例えば通勤中に見ると言っても途中で終わっちゃう、ね、休み時間で切れればいいんですけど、なかなかそうもいかない。ところがスマートコース1時間ですから、これも例えば通勤中とか会社の昼休みとか、あらゆる時間にどんどん進められるわけですよね。でそもそもさっき言ったように、あのスマートコースっていうのはもう通信で途中から始めてくる人が結構いらっしゃるので、僕ら毎年そうなので、もう後から始めることを意識したスケジュールになってるわけですよ。で今言ったようにこれももう2冊例えば来ちゃったりとかねするし、さっき言った重要項目と一般項目に分けてたりっていうところは、もうそういうところなんですよね。早く重要なところやってほしいっていう気持ちで、もうどんどん前倒しにしてるということなんですよね。だからまあそういった意味では、もう空いてる時間をどんどん使えるということになりますんでね。それからね、通信に関しては1個だけ欠点があって、やっぱりなんか質問とかね、できなかったりとか、要するになんかこうやってモチベーション的にね、続かないんじゃないかと。ね、申し込んだのはいいけれども、続かないんじゃないかっていうのがあるんですけれども、一応、私の場合ね、個人的にですけれども、一応ツイッターをうまく活用してほしいっていうのがね、これ毎年言っていまして、もうね、あれですよ、今はもうどこにいても一緒だから。で例えば去年の、スマートコースの、ね、受講生さんの方で担当試験、まだちょっとね論文は分かりませんけど、担当試験ね受かったよっていうね1年目の方がいらっしゃったんですけど、その人なんかアメリカですからね、いらっしゃったの。試験のためにね、本当にわざわざ日本に来て担当論文って受けてね、行かれてたんですけど、でまあちょっとね初めて速報会の時にお会いしたんですけどね。ただまあ一生懸命本当にね、アメリカから頑張ってなんとか担当試験もね突破してましたし、だそういった意味ではね、やっぱそこ通信でも今関係ないな。でまあ、その前の方ですと、やっぱり、石川の方とか、結構ね、地方の方とかっていらっしゃいますよ。で、それでもやっぱり、まあ、ツイッターの方がやり取りなんかすればね、まさにもう教室に来てるのと変わらない、私は距離感だなと。で、逆に言えば今ね、まさにこういう状況で、スマートコースやってるんですよ。この部屋で。ということはね、周り誰もいないのよ。正直。だから、周り誰もいないから、私も寂しい。だからまあそういうツイッターとかでね交流させていただいてね、やっぱりお互いね、そういう私やっぱりね、人間と人間とのやり取りだと思うんですよ、ね、お互いがこうそういうねキャッチボールしてやっぱり楽しいと思ってますんでね。だからそういった意味ではそういうねいろんな活用していただきたいと思ってますよね。でやっぱりこの1時間の講座って言ったんですけれども、さらにさ、この1時間の講座ってね 1. 何倍速が使えるのってことはさ、45分に短縮しちゃっていいわけですよ。だから 1.3 倍とか4倍にして、まあ聞き取れるかどうかっていうのはねあるんだけれども、ただね、結局はこれじゃあ45分で聞いたっていうのがデメリットですかって言ったら、聞いてること一緒だからね、伝えてること一緒だもん。ってことはこれ15分得しちゃうんだよっていうこと。やっぱそこが非常に大きいですね。ってことはね、4回受講したら1回分余計に学習できるぐらいのイメージですから、だからそういった意味での、まあ、時間のフル活用っていうところを考えていただきたい。で考えるときは一時停止していただきたい。これね、私時々問題投げかけますね。通信であっても。これ何ですかとか、これどういう意味ですかって言った時に、生講義だとね、結構ずっと待つんですよ。私も。生もやってますけど、生の場合はこう受講生さん当てたら、やっぱ答えてもらうまで待つんですね。通信はね、メリットですよ。スマートに関しては。何かしたら待たなくていい。皆さん一時停止すればいいわけだから。そうでしょ。だからそういった意味では、そこも時間がカットできる。練習時間なんていうのは、どんどん削れるんですね。通信専用。だからそれは通信専用にしてるからできることなんですね。はい。そこはやっぱりかなりメリットあるかなというふうに考えてます。で、やっぱ通信でやる以上は、スケジューリングをしっかり組んでほしいなというところですね。スケジューリングをしっかり組む。やっぱりダラダラしないように、どういうふうにやるのかっていう、自分なりに、例えば1週間いくつ見ようとか、今日はいくつ見ようみたいな形で、しっかりスケジューリングを組んでほしいなというところですね。それから、ちょっとまあ一気に説明してしまいますけれども、質問できる体制を作っておくと。いうところで、質問自体は教えてチューターっていう制度かな、レックの制度があるんですけれども、まあ、それを当然活用していただいてもいいんですけれども、さっき言ったように、まあ、ツイッターでも質問を受け付けてますんで、まあ、気楽に聞いていただければなと思うんですよね。まあ、当然ね、まあ、ある程度限度はあってね、毎日10個ぐらい質問来たらね、私も困ってしまいますけど、まあ、その時はその時で言いますから、ね、ただやっぱりね、質問していただくと、それって試験に出る質問か、あまりやんなくていい質問かが分かるんで、ね、それまで伝えられるんで、ね、あそこはあまり深追いしなくていいよとか、今の時期はそれやんなくていいよとかって言えるじゃないですか。ね、だからそういったお互いやり取りもできるんじゃないかなというところですよね。やっぱそういう通信のメリットっていうのもありますから、そこをフル活用していただきたいというところですね。あとはさっき言ったように、まあ、試験勉強を常に意識するということはすごい大事で、どういうことかっていうとさ、やっぱりさっき言ったように、試験に出るべきところをしっかりやんなきゃいけないので、興味があるところをやるようだと、やっぱり受かんないんだよね。
うん、だから受かるための勉強というのをしっかり意識していただければいいんじゃないかなと思いますね。はい。なんで、あとはまあ学習スタイルをしっかり確立する。例えば自宅学習では講座を優先するとか、移動中については違うことをやるみたいな感じですかね。うん。これ、私よく口述の過去問を使ってくださいと言ってますけれども、時期によります。で、実際講座の中でもその辺の話はしていますけれども、口述の過去問なんかも活用するって話とかもしてますので、詳しくはね、講座とか見ていただければよろしいんじゃないかなと思います。で、私今まで言ってるのは学習のペースなんですけども、1週間20時間っていう話をよくしています。で、週9コマっていうのは、入門生が、通学が大体9時間なんですね。土日が6時間と平日3時間ありますんで、やっぱり週9コマは最低のを見ていただきたい。で、まさにこれから秋から、ね、一気に巻き返しを図ろうとかとは、もう少し見ていただきたいですね。で、全然間に合いますんで、それで。ただやっぱりのんびりしちゃうとなかなか受からないので、逆にね、秋からの人って結構そこはやる気があるんだね、やっぱり。今までの見ていても、やっぱりよし巻き返すぞっていうね、気持ちがすごい大きいですから、その時にやっぱりね、のんびりやっていくよりかは、もう見れればどんどん進んでしまうというのは、本当早い人は早いですね。もう週9コマなんて言ってないですね。ではそういう形でやっていただければ、全然来年の1月、今1月に見てればちょっとかなり厳しいかもしれませんけども、十分間に合うんじゃないかなと思いますね。はい、そういった意味では、やっぱりこの通信、特にスマートのね、もう通信専門にしてるっていうところを有効活用していただきたい。で、さっき言ったように、も分かんなければ、ね、よく分かんないっていう場合は教えてチューターって、これはレックのね、質問制度があるし、だから長い質問であればね、こっちにしていただいてもいいですしね、過去問とかの。講座の中でね、例えば私が説明してることが分かんないとかであれば、もうこっちで書いていただければ、聞いていただければいいですしね。で、ちゃんと大丈夫ですよ。ツイッターの使い方とかも、最初の全体構造で説明してますんでね。例年ツイッターしてねって言ってますんで、一応もう全体構造とかで、しっかり説明してますから、頑張ってね。大体半分、そうは言ってるんですけど、意外と皆さん、見てはいますっていう人も結構多いんですけれども、なかなかね、自分でやるっていうのは皆さん、躊躇することもあるらしくて、別に強制的にってわけじゃないんですけれども、ただ私としてはね、やり取りができた方が面白いかなっていうふうにはいつも思ってますね。はい。ということです。で、あと、講座に関しては、入門講座っていうところは、最初の部分のところに関しては、やっぱりその本来であれば予習して、講義を聞いて復習していただくっていう流れなんですよね。なるんですけれども、時間が今のタイミングではないと思いますから、そこまでやらなくても結構です。講義、1回聞いて分からなければ2回見るとかってもありますんでね、そういった形で入門講座に関してはどんどん回していただきたいなと思います。で、さっき言ったように重要項目の方に持ってっていただいて、で、そしたら、あとはそのこれも活用してですね、これちょっとわざわざ書いてるんですけども、さっきから説明した内容ですよね。これもんっていうのをうまく使って、試験に特化した勉強をしていただきたいなというふうに思っています。はい。っていうところで、スマート攻略コースに関しましては、それやっぱり1時間ごとの講座っていうところですから、気楽に結構見れるんですよね。ポン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 と。で、テンポよく見れるっていうところが、一番いいかなというところと、あとはその学習コンパスっていう講座がちょっとありまして、それは何かしたら、1ヶ月に1回私のフリートークがありまして、それがいいかどうか分かりませんけれども、ただそれが試験直前まであります。だから、毎月毎月、今月はこれやりましょう。例えば、9月からね、9月の方で、9月の勉強始めた方は、まずここまで追いつきましょうとかっていう形で、全体の話をしてますので、春から始めた人、秋から始めた人とかね、いろんなこうちょっと指示を出したりとか、あとはその都度来た質問とかがね、あれば答えたりとかってことをしているんですけども、そういったことでね、通信によるタイムラグをちょっと解消したいなと。で、特にやっぱり講座が年内終わってしまった時に、2月3月って何やればいいか分かんないとかっていうことになりますから、そういう時にその学習コンパスとのだけがずっとちゃんとありますんで、この講座は。っていうのが、ちょっと何ですかね、皆さんとってみれば若干安心ができるかなというところですね。3月とか4月になって今何するかと、ね、ゴールデンウィークには何をすべきかっていうところもちゃんと説明できますんでね。そういったところが、一番いいかなと。で、実際は合格体験記ですね、なんかを見ても、その学習コンパスよかったって書いていただいた方もいて、私は非常に嬉しいんですけど、学習コンパスって通常の通信ではありえないんですよね。別にその勉強でもない講座ですから。でもやっぱり私としては、やっぱ通信専門である以上は、皆さんに対してね、そういう細かい指示ができる会というのがあった方がいいかなというところで設けているものになりますのでね。実際申し込みされてば、4月からのが見れるんですけども、5月からかな、始まってるの。直近のだけでも構わないので、どんどん見ていただいてね。で、特にあと配信されたらすぐ見ていただければ、その月に何をやるかというのが明確になるんじゃないかなと思います。はい、あとは論文のこれもんとかね、いろいろあったりするんですけれども、一応他のガイダンスの映像もありますんで、その辺も見ていただければ、もうちょっと詳しいことも分かるかなと。今回このガイダンスに関しては、秋から始めた場合についてということだけをちょっと話をさせていただきました。
はい、というところでね、まああのまあ、通信専用というところでやっておりますので、まあ、ぜひね、あの皆さんこの通信のメリットを生かしてね、あの秋から始めても絶対受かるんだと、少なくとも担当試験は突破するんだという気持ちで頑張っていただければ、ね、よろしいかなと思います。私もね、できるだけそのお手伝いをしてきた、してお手伝いをしたいなというふうに思っております。はい。というところで、じゃあ今回は、これで終わり、まあ、今回はというかね、まあ、ガイダンスとしてこれで終わりにしたいと思いますので、あとは講座の方でぜひね、お会いできればと思います。それでは、ですね、まあ、30分でしたけれども、この辺で終わりにしましょう。皆さんどうもお聞きいただきましてありがとうございました。お疲れ様でした。